イウンジュは、韓国の女優。映画、ブラザンフットに主演するなどして活躍したが、2005年2月に、ン島の自宅において24歳で自殺を遂げた。全羅北道軍山市出身、ン国大学校映画演劇学科卒業。身長170センチメートル、血液型 A 型。幼少時代からピアノを学んで、ピアニストになるのが夢だった。後に、映画の魅力に惹かれて、 女優の道を歩み始めた。高校生の時、制服のイメージモデルとして登場し、1998年の SBS ドラマ、百ア三点3.98で韓国のブラウン・カンに登場した。1999年のベニマスで映画デビュー。2000年の王、スジョンで主役に抜擢され、2001年韓国のアカデミー賞とされる。 大金賞映画祭新人女優賞を受賞した。2004年史上最高の観客動員を記録した、ブラザーフットで、ベッドシーンを所属事務所に半ば強いられて演じたことが不眠症に繋がったという報道もあったが、元マネージャーと事務所側はこれを否定しており、遺書も公式には公表されておらず、憶測の息を出ない。2005年2月24日、ン東ソウル大学病院で、 告別式が行われた後、仮装に付され、茅市一山区の納骨堂に安置された。スカーレットレターが最後の出演作となった。ありがとうございます。